ブンブンハロー,ユー,チューどうもマサルです今回はこちらの話題につきましてご紹介したいと思います数日前トヨタ自動車の公式 Twitter の方に公開されたこちらの情報11月16日カミングスーンというこの画像とともに掲載されているこの情報ここのアドレスに飛びますとこちら トトヨタの公式サイトにありますテイザーサイトの方に誘導されますテイイザーサイトというのはこれから発表する新商品をちら見せするサイトですがトヨタの今回のテイザーサイトの方にはこのような情報が掲載されており Twitter と同じく11月16日という日付とともにワールドプレミアそしてこちら ニュープリウスとあるところからもうわかる通り今回11月16日に発表されるのは新型のプリウスであるということがこの時点で明らかになっていますそこで今回は11月16日に発表されます新型のプリウスどういったモデルになっているのか噂ベースではありますがその最新情報それからこれまでのプリウスどういったものがあったのか 過去のプリウスそちらの情報につきましてもご紹介していきたいと思いますでは今回本題でもあります今回の新型プリウスどういったモデルになるのかということですがこれまでプリウスは世代を重ねるにつれかなり尖ったデザインになってきましたが今回も大幅にデザインが刷新されることになります 例えばフロント部分はこの画像からもなんとなく想像はつきますがもう少し詳細な画像としましてはこんな感じになるのではと言われていますこのようにライトもこれまで以上に尖った感じになっているほかあとこの曲線の部分ボンネットからトップに至るまでの曲線部分もかなり スポーツカーに近いような感じに変わります。もちろんとはいえ、プリエスは普段使いに使いやすい車というコンセプトもありますので、あまり車高が低いとてわけではありませんので、パッと見た感じはスポーツカーのトライを見ますと、ある程度車高は確保されていますが、新型モデルではこのような感じ。こちらはイメージ画像にはなりますが、こんな感じで、ヘッドライトの部分。 それからこのドアの窓の部分だったりフロントウィンドウもそうですがかなり尖ったデザインとなりますそして下の方はと言いますとこんな感じ普段ちゃんと実用しやすいモデルにならなければいけませんのでちゃんとある程度の車高は確保されています 全体的なボディの形としましてはこれまでのプリウスを踏襲してはいますがやはり細かいところがこれまで以上に尖ったデザインに変わりそうですでなんでそもそも今回の新型プリウスこのような尖ったデザインに変わったのかということですがそれには一つ理由があってプリウスにどういった人に乗ってもらいたいかというトヨタの意向もあるようです これまでのプリウスはセダンというカテゴリーの車であったということもあったせいかどちらかと言いますと年配の方がよく乗る車として販売されていましたこれは別にトヨタが狙ってか狙っていなかったかというところはありますがどうしても現在は年配の方特にお年寄りの方などにも好まれている車となっていましたですので、ね、今後 そうではなくもっと若い人にも乗ってほしいというところがあったということもあり今回は先ほどのようなかなり尖ったデザインに変わっていますまあ、尖ったという言い方が正しいかどうかはわかりませんがよりスポーティーなスポーツカー風のデザインに刷新したかったというのもそういった若者のプリウスに使ってほしい でそういうトヨタの思いがあって今回大幅なデザイン変更に至ったということになりますですのでこちらは現行品となりますがデザインだけではなく現行品に比べ少し車高など寸法的なところにも変更が加えられていますスペック上の細かいところで言いますと新型モデルは 車高だけではなく、ボディの前後、横幅などに至るまで、さまざまな寸法の見直しが行われています。まず、原稿のこちらのモデルですと、全長が4575ミ、mm、リ、全幅、横幅が1760ミ、mm、リ、高さ、全高が1470ミ、mm、リで、ホイールベースで2700ミ、mm、リということでしたが、それぞれ、 プラス25、プラス20、マイナス40、プラス50ミリということで、現行比で言いますと、より長く、そしてより広くなり、高さはより低くなるということで、えー、まあやはり、完全なスポーツカーではないものの、よりスポーツカーっぽいような、少し車高は現行モデルに比べると低めのモデルとなっています。 もちろんプリウスは日常使いやすいモデルでなければいけませんので低くなったとはいえある程度の車高は確保された新型モデルになりますまた今回のデザイン変更によりこの窓の大きさも少し変わります、まあ、これまではやはり実用性を重視してかこのような流線形のクーペスタイルでありながらある程度の大きさの窓を搭載していましたが 新型モデルではデザイン変更に伴いもっとシャープなデザインに変わりますので若干あサイドの窓の大きさというのも変わってきますですのでこの辺は実際に乗ってみなければ何とも言いませんがもしかしたら少し視界が悪くなる可能性はありますそしてスペック上重要なのはデザイン寸法だけではなくやはり何といってもエンジンですこのプリウスは エンジンと言いましてもガソリンエンジン単体で駆動するわけではなくハイブリッドで今回発表されます新型モデルも引き続きハイブリッドシステムを搭載となりますただ現行からそちらのシステムも大幅に刷新されると言われていますちなみに現行のシステムがどうだったかといいますとこちらまずエンジンの方は現行機種は1797リットルの排気量となっています さらに、これに加え、モーターも搭載されており、フロント側にモーターとしてはこちら。この最大トルク163ニュートンメートルのモーターが搭載されているほか、当然、バッテリーも必要になりますので、リチウム4バッテリー、容量は 3.6Ah のバッテリーが搭載となっています。これが現行モデルのシステムでした。 これから発表予定の新型モデルの方はどうなるのかと言いますと、まず、このガソリンエンジンの部分、この部分もより出力の大きなものに変わります。現在のものは 1797cc ということでしたが、これが2.0、2.0、2000cc、2.0リットルのものに変わります。ですので、このガソリンエンジンの排気量が増えるというのは、 ある意味時代と逆行しているところはありますがやはりここもより若者に使ってほしいということで走りの性能を充実させるためにこの辺の出力をあえて挙げているようですえ当然ハイブリッドシステムになりますのでこのモーターなどと組み合わせて実際のところの最大出力 これはガソリンだけではなくモーターなども組み合わせたシステムの最大出力につきましては現行からプラス 70PS 向上するということで一気にこの辺の出力が向上することになり走りの性能というのもとても高いものになりますですのでこれまでですとプリウスと言いますと環境に配慮した車ということであまり走りの性能というよりは 燃費とかそういったところの方が重視されていた車ですが今回の新型モデルはそうではなくある程度走りも楽しむことができるスポーティーなモデルになっていますということで今回お伝えしたかった内容としましてはより若者に向けた最新のプリウスそれが11月16日に発表され単にデザインが刷新されるわけではなくエンジンなどもより処理性の 高性能なものが搭載され走りの性能も向上した新型モデルとして11月16日に発表されるということになりますなお発表が11月16日ということで実際の発売はいつになるのかということですが噂では2023年かなり早い段階で発売がスタートするということですのでもしこれから新しい車購入を検討している方 そういう方はぜひこの新型のプリウスが来年早々にも発売されるということを意識した上で車選びというのをやっていただくといいかと思いますそして最後にプリウスにつきましてこれまでどういうモデルが発売されてきたのか過去のプリウスの歴史などもご紹介していきたいと思いますまずはプリウスの原点とも呼ばれる1995年のプリウス プリウスコンセプトというモデルこちらは一般販売はそらくされていなかったコンセプトモデルになりますが初代からハイブリッドというシステムをコールした上で設計されていたモデルでしたデザインも今とは全然違うかなり古いデザインではありますが1995年代当初としては比較的新しい先進的なデザインだったのではないかと思います そして実際に発売されたプリウスというのがこちら初代プリウス1997年から2003年にかけて発売されたモデルです特にこのプリウスは国内だけではなく海外でもよく販売されたようで昔の海外の映画などを見てもたまに登場しますのでかなり世界的に人気の高かったモデルではないかと思います 先ほどのコンセプトモデルからより、えー、実用的なデザインに変わってはいますがやはり今と比べますと全体的に丸っこい印象を受けるモデルとなっていますこれが初代モデルでしたがこちらそこから2代目となるプリウスが2003年から2009年にかけて発売となりました初代のモデルはフォードワーセダンでしたがここからあ 5ドアハッチバックスタイルへと変更され現在のプリウスの原型ともなるようなデザインとなっています側面から見た画像がこちらハッチバックスタイルとはいえ実用性の高いサイズそしてこの車高などもとても実用性をよく考慮されたデザインを重視しつつも乗りやすさというところが考慮されたモデルとなっています そしてプリウスというのはトヨタの先進的な技術を搭載する車ですのでこの当時は珍しかったハンドル操作を自動化し駐車をできるというような機能なども搭載されていたようですそしてそれについて三代目のプリウス 3代目プリウスは2009年から2015年にかけて発売されまだたまに道路でも走っている様子を見かけますので今でもこちら使っている方多いのではないかと思います3代目になりますとどういったところが変わったのかと言いますとまずエンジンが大きくなり1.8リットルのエンジンに変わりました 原告紙も 1.8L 搭載されているためこの辺のエンジンのシステムはこの3代目を踏襲したのが現行モデルとなっていますまたプリウスはかなり初期の段階ではバッテリーとしてコンデンサーを使ったりしていましたがこの3代目プリウスからはニッケル水素電池をバッテリーに使っていましたもちろん 現在のリチウムイオン電池と比べますとスペック的には全然足りないんですがそれでもまあ当時としてはちゃんと入手できスペックも発揮できるモデルということでニッケル水素電池が初めて採用されたモデルでしたそして2015年からは4代目プリウスが発売されもうこれはしょっちゅう道でも見かけることがあり今は所有されている方もかなり多い車種です この頃からトヨタはかなり尖ったデザインを全面に採用するようになっていて、このプリウスに限らず、その他のミニバンなど、こういったライト周りも尖った、ある意少しイカついデザイン、これがプリウスにも採用されています。単にエンジンだとか、あエコなところに力を入れるだけではなく、このモデルはかなり走りにもこだわったモデルとなっています。 例えば走っている際の振動を吸収したり、あるいは音を、まあそもそもハイブリッド車ですので音は静かなんですが、さらに静音性というのも意識するなど、走りだけではなく快適さというところも考慮したモデルとなっています。今回、噂されています新型モデルは、より若者向けというところを意識した。 若年層も取り組むようなデザインに大幅に刷新されると言われていますがもう振り返るとこの頃からそういった若者も取り組みたいという思いがあったように感じますこのように90年代から始まったプリウスの発売ですが現在に至るまでいろいろとモデルチェンジを繰り返しながら現在はこんな感じでかなり価格の高いこのブラックのモデル 特別仕様車 A ツーリングセレクションなども販売されるなど今でもトヨタを代表する人気冊子となっていますもう銀行モデルでもう既に完成形に近いような感じはありますが今回フルモデルチェンジとして新しいモデルとしてまたプリウスが登場します発表は11月16日ということでもう来週早々には発表される形にはなりますが また、発表があるまでに何か詳細な情報が明らかになりましたら、随時こちらのチャンネルの方で発信していこうと思いますので、プリウスの今後の噂だとか、あるいはスペックなど、まだトヨタが明らかにしていないような詳細情報が気になる方は、グッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。